ガリッサ大学襲撃事件とは、2015年4月2日、銃で武装したグループが、ケニアガリッサのガリッサ大学に押し入り、148人を殺害、79人以上を負傷させた事件である。襲撃は、犯人らの主張によれば、アルカーイダ分派の武装、グループアルシャバブによって行われた。襲撃犯は700人以上の学生を人質に取り、 イスラム教徒を解放する一方キリスト教徒とみなした者を殺害した。襲撃は4人の襲撃犯が殺害されたことでその日のうちに集結した。後に5人の男が襲撃に関連して逮捕され、首謀者とみなされた者の,の逮捕に賞金がかけられた。襲撃はケニアにおいて、 アメリカ大使館爆破事件以来最も被害の大きいものであり、2002年のモンバサ襲撃事件、2013年のケニアショッピングモール襲撃事件、2014年のナイロビバス爆破事件、ギコマ爆破事件、ムペケトニ襲撃事件、ラム襲撃事件をしのいで、史上2番目に悲惨な事件となった。ソマリア国境から約200キロ離れた北東州の都市、カリッサは、 軍の駐屯地と警察本部が所在し、当時、周辺地域で最も安全な場所の一つと考えられていた。アルカイダに関与し、ソマリアに拠点を持つ多民族武装組織アルシャバブは、ケニアショッピングモール襲撃事件などの攻撃により、今回の事件に先立ちケニア国内で200人以上を殺害している。これらの攻撃は、 アルシャバブの結成以前に起こったモンバサ襲撃事件も観光客を狙ったものだったにもかかわらず、ケニアの観光産業に多大な影響をもたらした。以前には武装組織の攻撃の多くは大都市の人口集中地の外で行われていた。ケニアの保安組織の治安戦略は外交官やアナリストから高圧的であり、 ソマリア系住民を無差別に大量拘束していると批判されていた。またこのような十派人からゲな戦略はイスラム教徒の怒りを買い、その状況をアルシャバブに利用されるだけだとも警告されていた。事件に先立ち、主要な大学に対する危険についての目立つ危険信号があったと伝えられている。近くの大学に通うグレース会はガリッサの街で、 テロリストと思われる不審者が発見されたこと、また、月曜日に大学の学長が大学で不審者が目撃されたと言っていたことを証言している。火曜日、大学は閉校となり学生は家に帰されたが、大学はまだ開いており、攻撃の対象となった。襲撃の前日、ケニア大統領を振るケニアッタは、イギリスとオーストラリアがケニアでの治安上の危険に対して、 渡航危険情報を更新したことを厳しく批判し、彼らが未だ植民地主義を保っていると求断した。襲撃は現地時間の午前5時30分頃開始された。エントランスで2人の非武装警備員が殺害された。20人の生徒が兵士によって救助され、このうちのコリンズウェタングラが少なくとも5人の覆面を、死銃を持った男がいること、キリスト教徒が その場で銃殺されたと述べた。他の生存者は犯人らが生徒たちを寮の寝室を出てグラウンドでうつ伏せになるよう命じた上で処刑したことを伝えた。ケニア自衛軍とその他の治安部隊が配置された。彼らは犯人の逃亡を阻止すべく大学を包囲、封鎖した。内務省とケニア自然災害対策センターは4つの寮のうち3つの避難を成功させたと伝えた。 逃げ出してきた別の生徒、ミシェル・ブアナは犯人らが隠れていると思われる残りの学生寮について、まだ中にいるものの多くが若い女性であると述べた。夕暮れの直後に4人の犯人が殺害されたことで、選挙は約15時間後に集結した。覆面をした襲撃犯たちは AK-47 で武装し、体に爆発物を巻きつけていた。テロリストのうち4人は、 偶数のレッキーコマンド隊によって射殺された。残り一人のテロリストは自爆用ベストを起爆させるのに成功し、周囲の何人かのコマンドを負傷させた。148人の死者のうち、142人が学生、3人が兵士、3人は警官だった。約587人の学生が脱出し、79人が負傷した。当局によれば、 行方不明の学生はいない。生還した学生は犯人だが、スワヒリ語で話していたと述べ、彼らがアルシャバブに関わっていると格言した。後に、アルシャバブは事件への関与を主張した。アルシャバブのスポークスマン、シェイクアリ・モハムドラゲは、事件の状況について、我々の兵士が到着した時、彼らはイスラム教徒を解放したが、キリスト教徒は人質としたと述べた。 またラゲは兵士らの使命はシャバブに反するものを抹殺することであり、ケニアの部隊がアフリカ連合ソマリア派遣団に配置されていることに関連してケニアはソマリアとの戦争状態にあると述べた。別のスポークスマンはアルシャバブは非イスラム教徒によって植民地化されたイスラム教徒の土地に位置するため施設を攻撃したと主張したアナザースポークスマンアサーティットザットエール。 シュバブアタックドザインスティチューションビコーズイットワズオン、ムスリムランドコロナイズドバイノンムスリムズ。一人の襲撃容疑者が選挙中に当該地域を逃げているところを拘束された。選挙が集結した後、さらに二人の襲撃容疑者がキャンパスで発見され拘束された。うち一人はタンザニア人で大学との関わりはなかった。 ケニア政府はソマリアに出自を持つ市民のモハメド・モハムドを襲撃の黒幕として名指しし、彼の拘束に2000万ケニアシリングの懸賞金をかけた。1993年から1995年まで、モハムドはアルハラマイン財団で働き、後にガリッサのマドラサナジャコーで教師を務め校長になった。地元のメディアは、 モハメドと2014年の別の2つのアルシャバブによるマンデラ地区での攻撃とを結びつけている。4月4日、アルシャバブはケニア国民に向けた英語の声明を発表した。電子メールで送られたメッセージは、ケニアの治安組織によるソマリア民族が居住者の大多数を占める北東州とケニア軍がアフリカ連合ソマリア派遣団の一部として、 配置されている南部ソマリアの両方での東アフリカのイスラム教徒に対する言葉にできないような残虐行為を断劾した。武装組織はガリッサの襲撃犯たちはケニアの治安組織の手により殺された何千ものイスラム教徒の死に報いようとしたと述べた。アルシャバブはさらなる報復の過程でケニアの街は地で主に染まると宣言しケニア政府が 強迫的行為をやめるまで、またすべてのイスラム教徒の土地が、ケニアの支配から解放されるまで、イスラム教徒の同胞の死に報いるため断固として行動すると誓った。アルシャバブは、また、ケニア国民に対し、ケニア政府を口に出して批判しないことで、その強迫的政策を容認したり、また、選挙によって、現政策を強化したりすれば、職場、住居、学校、 大学で彼らを標的にすると警告した。4月4日、ケニア内務省は襲撃に関わった疑いのある5人の男の身元が判明したと発表した。うち3人はソマリアに羊を持つケニア市民であり、事件を計画したと考えられている。彼らはソマリアへ入国しようとしたところを捉えられた。報道によれば彼らの一人、モハメド・アブジラヒム・アブデュラヒは、 マンデラ軍のブラジャムフリの首長アブデュラヒダカレの息子である。その他の人物はやはりソマリアに羊を持つケニア市民で大学の警備員を務めており施設への侵入に協力したものと思われる。残る一人の容疑者はラシード・チャールズ・ムベルセロというタンザニア人で襲撃者の中にいた疑いがある。彼は天井に隠れていたところを見つかり、 火薬を運んでいたと伝えられている。ケニア警察はアブデュラヒの親しい知人も捜索している。彼はアブデュラヒと共にソマリアで訓練を受け、後にシリアへ渡るためイエメンに赴いた。国連アンポリはガリッサでの攻撃を強く非難し、彼らがテロリストの許し難い所業と称した行為の実行犯、黒幕、資金提供者を 司法の場に引き出す必要を強調するとともに、あらゆる国に攻撃の事後処理について、ケニア当局と協力するよう求めた。アメリカはナイロビの大使館を通じ、攻撃を強く批判し、また被害を受けたすべての人々を威武する声明を発した。7月にケニアを訪問する予定だったアメリカ大統領、バラク・オバマは、学生が襲撃により殺害されたとの知らせに恐怖と、 悲しみを表し、ケニアの人々には、アメリカ合衆国に変わることのない友人と同志がいる、ことを知ってもらいたいと付け加えた。公式声明はテロリストが、キリスト教徒の学生を標的にしたことについては、一切触れなかった。ケニア全域の渡航安全情報の格付けを、引き上げていたイギリス大使館は、湾岸地区から1 5トル以内の普及の旅行を中止するよう勧告した。 襲撃の後、アフリカ担当大臣のジェームズ・ダドリッチは、襲撃を強く非難し、死者の遺族や恋人に懲意を表した。ケニアのアムネスティ・インターナショナルに所属する研究者、アブギュラヒ・ハラケは襲撃は、アルシャバブの力というより、ケニア政府の無策ぶりを示すものだとした。彼はまた武装集団は2006年以来最も弱体化していると述べた。ケニアのマスコミは、 犠牲者の人となりを語り合うため、襲撃で亡くなった人々の名前と写真とともに、147ノートジェスターナンバーのハッシュタグをツイッターで用いるキャンペーンを貼った。ガリッサ及び北東州のソマリアとの国境近くにある3つの他の軍で午後6時半から午前6時半までの夜間、外出禁止令が4月16日まで発令された。 ケニアイスラム教徒がリッサ最高評議会の議長、アブデュラヒサーラとは、警察が住民、特にイスラム教徒に嫌がらせをする口実として、外出禁止令を利用していると示唆した。彼によると、多くのイスラム教徒が、結果的に家に留まることを選択した。民主主義のための北部フォーラムを組織したカリフ・ファラは、同様に、似たような過去の外出禁止令が、効果的でなかったことを理由に、 外出禁止令は、究極的には治安を高めるのにしさないだろうと主張した。彼はまた、ケニア警察自体が治安悪化の原因であり、不良警官が若者を捕らえて、解放の見返りとして50ケニアシリング以上の賄賂を求めているとした。防衛省次官、レイチェル・オマオは、政府が葬儀の費用を保証し、犠牲者の遺族には10万ケニアシリングが支払われると発表した。 また教育省次官、ジェイコブ海面には、大学が無期限に閉鎖されること、銃撃を生き延びた学生たちは、復学を望んでいないことを述べた。ケニア当局は、アルシャバブとモンバサ共和国評議会をいくつかのケニアで、活動中のテロ組織の中にリストした通告を発行した。また、ケニア中央銀行は13のソマリア人が所有する。 送金会社のライセンスを停止したと報じられている。これらの会社の一つの所有者は、会社が凍結されているわけではないが、説明なしに、ライセンスが取り消されていると述べた。加えて、ケニア政府は、アルシャバブが関与しているとされる86の個人と、団体の銀行口座を凍結した。全ケニア首相ラィア・オディンが全ケニア貿易省モーゼス・ワテングラ、及び、改革と、 民主主義同盟のその他のメンバーは、ケニア部隊のソマリアからの即時撤退を求めた。またワテングラは、ケニア政府が軍事予算を半分に削減し、削減した歳出を国内の治安維持に充てることを推奨した。加えて、オディンガは、ケニア大統領ウフルケニアったが傲慢にも、海外から発された潜在的な襲撃についての警告を無視したとして非難した。銃撃の10日後、 ナイロビ大学の学生寮の外にあった変電器が爆発し、新たな襲撃の恐怖から生徒たちをパニックに陥れた。何人かの生徒は窓から飛び降り、続く大混乱の中で一人が死亡した。約150人の生徒が軽傷を負い、20人が病院で手当てを受けた。後に爆風はただの電気系統の故障によって起きたことが明らかになった。 その後数週間にわたり、多くの教師が職場に戻ることを拒否したためガリスサ軍の150の小学校と中学校のうち96校が保安上の不安を理由に閉鎖した。小学校は特にこの閉鎖によって大きな悪影響を受けた。ありがとうございます。